ルーシー・ケイト・ヘイルはアメリカ合衆国の女優、歌手。テレビドラマ、プリティ・リトル・ライアーズのアリア・モンゴメリー役で知られる。所属レーベルはハリウッド・レコード。身長157センチメートル。ルーシー・ヘイルは1989年6月14日、米国テネシー州メンフィスで生まれた。2003年、リアリティ番組、アメリカン・ジュニアーズで自身初めてとなる。 テレビ出演を果たし曲を歌うなどして人気者になる。その後は様々なテレビドラマシリーズにゲスト出演を重ね、ドレークジョシュ、ザオーシー、ママと恋に落ちるまで、バイオニック・ウーマン、ウェイバリー通りのウィザードたち、プライベートプラクティス迷える大人たち、CSI、マイアミなどがある。映画出演は旅するジーンズと19歳の旅立ちや、スクリーム4、 ネクストジェネレーションなどに登場している。2010年からテレビドラマシリーズプリティリトルライアーズにメインキャスト4人のうちの1人アリア・モンゴメリー役で出演して人気を博す。アリア・モンゴメリー役で2010年、11年、13年のティーン・チョイス・アワードのサマーテレビドラマ女性スター賞を受賞2012年、14年のティーン・チョイス・アワードでは テレビドラマ女優賞を受賞している。2012年、アニメーション映画、ティンカーベルシリーズの、ティンカーベルと輝く羽の秘密で、妖精ペリウィンクルの声を務めている。同年、カントリー歌手として、レコード会社ハリウッドレコードと契約、アルバムとシングルをリリースすることが発表され、翌年6月デビューカントリーアルバムロードビトウィーンが、リリースされている。2014年、 米 ABC ファミリーのドラマシリーズベビーダディで牧師の娘を演じている。同年、アニメーション映画、ティンカーベルトネバーランドの海賊船で、再び妖精ペリウィンクルの声を演じた。俳優のクリス・ジルカと交際していたが2012年9月17日に、破局が報じられた。子供たちに玩具を届ける、トイズ・フォー・トッツというテーマのチャリティー活動に参加している。左から、 ルーシー・ヘール、アシュレイ・ベンソン、シェーミッチェル・ピープルズ・チョイス・アワード。ありがとうございます。